まあ、ロレックスを一つやります。まあ、これは、もう二つ前になるんですよね。リファレンスで言うと16520。箱は、あの白いシールが貼ってあるのは白文字版ってことですね。これはもう当時の箱そのままですね。ロレックスコスモグラフですね。で、実は白文字版をですね、黒文字版にロレックスで変えましたね。で、今黒文字版になってますけれども、これはですね、実はですね、未使用です。全く、購入してからですね、一回も使ってません。で、ロレックスで白文字版をですね、黒に変えましたね、当時。はい。エルプリメロの、機械の入っているロレックスです。まあ、この時計はですね、まあ今だから言ってもいいと思うんですけど、実は機械はゼニスで、ロレックスのラインとゼニスのラインがあって、でロレックス用に、作られてたんですね。別にロレックスでチューニングしてたんじゃなくて、ゼニスでも機械を作って、でケースとこの時計ですね、これセッティングをロレックスでしてたんですね。で、まあこのゼニスっていう会社が、まあ買収されていくんですけれども、まあされるんですけど、で、ロレックス慌てたんですね。まあ供給されなくなるんじゃないかということで。で、ロレックスの、まあ自社ムーブですよね。この16520の一つ、後の時計が自社ムーブになるんですけど、それはまあ、そういうゼニスの買収という、まあ、そういう理由があるんですけども、まあ、ただロレックスはやっぱりすごくて、きちんとその添付のところのブリッジですね、両方にこうまたがるようにちゃんと新しい機械をしてますし、ちゃんとこう思想はもう一貫してるんですよね。だからこれはまあ機械で言えば、ロレックスの機械で言えば30系の発想から生まれた時計ですよね。その後31の発想から出たのがロレックスの自社ムーブの、まあ、時計になるんですけど、というわけでこれはですね、日本ロレックスの、正規品です。で、まあ、これすごく買う時に迷ったっていうか、いろんな量販店ですね、時計の、例えば、ビッグカメラとか、ヨドバシカメラにどんどん、このコスモグラフデータのですね、これがなくなっていってしまって、あ、これはもう買えなくなってしまうということで、で慌てて購入したのが、なんていうのかな、まあ時計をいっぱい扱っている、質屋さんじゃないんだけど、質屋さんみたいなあれですね、御徒町にある時計屋さんで買ったんですけども、もうそこにしか残ってなくて、慌てて買ったんで、これも結局A 版じゃなくて U 版になっちゃったんですけれども、まあ、誰かが正規でそこに買った時計を、まあ、未使用のまま入れたんですね。転売ですよね。多分10万円ぐらい高く転売したのを、まあ、飾ってあったので買ったんですけれども、まあ、だから、まあ、本当は A 版が欲しかったんですけど、これ U 版ですね。まあ、ということで、それからまあまあ全然使ってないんですね。で、白ダイヤルだったんで、ロレックスに行って、文字盤黒に変えてもらってます。それがこれですよね。まあちょっと番号とか出ちゃうんでちょっとまずいんですけど、シリアですね、リファレンス、まあリファレンスはいいけど、で、これ全然使ってなかったんで、
オーバーホールしてくれって言われたんですけど、嫌だって言ったんですよね、当時。そしたら、もう使ってないんだから、もうダイヤルだけ変えてくれって言ったら変えてくれましたけど。で、3万8000円。3万9900円。まあ、当時のロレックスの文字盤と技術料ですね。それで黒文字盤に変えました。だから変えたのが、もう、なんていうの、U 盤が出てしばらく経ってからだったんで、トリチウムじゃないですね、ダイヤルはね。まあ、ということで、ちょっといろいろあったんですけども、まあ、未使用品です。まあ、新古品っていうのかな。ニューオールドストックですよね。まあ、今となっては、非常に価値が、まあ、使ってないっていう意味で、まあ、価値はあると思いますけど。という、ロレックスです。コスモグラフ。Later.